辰島さん、今日俺の誕生会ありがとうございます。とりあえずここにいる人は国ぼっちは逆らえたということで、うん、まあ皆さんは笑顔でいいかもしれないけども、辻ちゃんちは大変なことが起こってて、まあまあまあしょうがねえや、地味のな、あ、順番つかんだ物事にはな、順番守っただけだよ、うん。まあ一番世の中のためには辻ちゃんが死ねばいいんだけど、あいつ死ぬてえな、殺しても死まなかんべや、うん。まあ今日はさ、ハロウィンに負けない大イベント、クリスマスイブですから、皆さんゲラゲラして酒かっくらって、明日二日酔いで仕事行こうぜ。ちなみに俺明日夜勤だからガブガブ飲んじゃう。誕生日プレゼントのね、振る舞い酒だったらいくらって飲みますから、今日はお待ちしてます。年の数だけ飲んじゃいますから。嘘俺うんちやってんだけどアルコールチェックあるから。それじゃあね、言うのはなしだ、みんなゲラゲラ暴れて帰ってってくんな、デイバイデパンクス代表校長さんに、リトルマスターズはパンクバンドだと思ってるからって言われたんで、これでお墨付きだ。負けしとけよ。ちなみに俺おしゃべりだからさ、ハードガー界のウーマンラッシャワーって言われてるんで、憲法9条書き換えてどうしても戦争がしてみてえな、どうしてもこの国は戦争がしたいみたいな、で憲法9条の条文にはこういうのがあります。思い切れねえんで頭パラだから書いてきました。国権の発動たる戦争、武力による威嚇、武力の行使を国際紛争を解決する手段としては永久にこれを放棄する、こうやってちゃんと書いてあるんだ。
せてんじゃん。ユーラツタロに言ったら。なんだよ。ユーラツタロに言ったら。スイちゃんがかわいそうだろ。今は部屋でしくしく泣いてんのに。